touch the revolutionary around the world to help them. これが赤いネッカチーフは共産主義をよく学んだエリートの証し。これを身につけることが子供たちの誇りでした。 共産主義のもとで育った子供たち、自らをレッドチルドレンと呼びます。この50年、激動の時代を生きてきました。全国革命連盟、熱烈响应毛主席的号召，掀起了轰轰烈烈的文化大革命的高潮。中国は 文化大革命の熱狂に覆われていました。最高指導者毛沢東は資本主義に走るものを打倒し、国民の思想や文化を改革しようという大衆運動を起こしました。革命には共産主義の理想に憧れやってきた外国人およそ400人が加わっていました。 その子供たちがレッドチルドレンです。中国人と同じ教育を受けて育ち、10代半ばで文化大革命の嵐に翻弄されていきます。激動の20世紀、レッドチルドレンとその家族はどんな運命を歩んだのでしょうか。 外国人が中国を目指し、レッドチルドレンが生まれました。